こんにちは、サータンです。今日は私の10日間の自炊の食材を紹介したいと思います。はい。今日はスーパーで何買ってますかとか、スーパーで買うときに気をつけてることありますかって聞かれることがあるので、まあ、その辺も答えつつ買ったものを紹介していこうと思います。最近はワンちゃんのご飯も手作りで作ってるんですけど、そのワンちゃんのご飯が10日分を一気に作って冷凍してて、その買いに行ったときに自分の分も一気にまとめて買って、その中からご飯作ったりして、今日ね、ちょうど食材全部切れて10日分まとめて買ってきたんで、紹介していこうと思います。じゃあまず小松菜、これはもうワンちゃんのご飯用で小松菜買ってます。10日で2袋使います。椎茸もワンちゃん、まずワンちゃんのやつから紹介してます。かぼちゃが2つでこれ 1.5 キロなんです。これもワンちゃんと、あとワンちゃんこの皮の部分食べないから一気にこれ全部蒸して、皮の部分は私がいつも食べてます。はい、これパプリカ、これもワンちゃん用のご飯で、人参は私も一緒に食べます。これ知ってる？これね、めっちゃ体にいいって言われてるスーパーフードみたいな、ブロッコリースプラウト、これもワンちゃんです。大根もね、ワンちゃんなんですけど、私も食べたりします。一旦ワンちゃん用の野菜はこんな感じ。これ今紹介したのがワンちゃんの10日分の野菜です。ニラね、めっちゃ好きで、レバニラ作るときにこれ使います。で、レバニラといったらもやしもいるから、もやしも食べます。で、これはしめじが2袋と、これ舞茸が1袋。きのこはね、食物繊維も多くてお通じも良くなるからおすすめです。で、ほうれん草、これね、ちょっと安くなってたやつ買いました。アボカド、ほんまはいつも 2,3 個買うんですけど、今日綺麗なやつがね、1個しかなくて1個だけ買ってきました。まだまだあります。こういう葉野菜とかキノコとかは全部切ってジップロックとかに入れて冷凍して保存してます。そしたら調理する時とかにめっちゃ楽やし、オートミールとかパスタとかよく作るんですけど、その時も冷凍庫から出してポッて入れるだけなんで、一気に買って冷蔵庫に入れとくっていうのはすごいおすすめです。次、じゃーん、桃。おやつを基本的にお家とかではほぼフルーツなんですよ。だからフルーツ結構買うんですけど、桃がね、美味しそうやったんで買ってきました。これ梨で、フルーツはワンちゃんも一緒に食べたりします。はい、次、種なしの巨峰買いました。美味しそう。フルーツね、ほんまに好きなんですよ。あ、で、野菜もう一個あった。生姜。なんか生姜もニンニクもそうなんですけど、昔はチューブをよく使ってたんですよ。でもチューブって添加物めちゃくちゃ入ってて、添加物食べてるみたいなもんなんで、最近はちゃんとこうやって買って自分で刻んだりすりおろしたりして使うようにしてます。焼き芋、これも私のおやつとか主食でご飯で食べる時もあるし、ワンちゃんのおやつにあげたりもします。野菜とかそっち系は全部終わったんで、はい、納豆ハマってる時やったらほぼ毎日食べれるようにいっぱい買ってくんですけど、今はそんなハマってなくて、なんか2日に1回とか1食食べれたらいいかなぐらいなんで、納豆は6パック買いました。サバ缶は私めっちゃ好きでよく食べます。で、サバは体にもいいし、ほんまにおすすめです。で、私は水煮が料理に使いやすいんで、水煮をよく買ってます。で、カットトマトもお料理によく使うんですけど、まあ、カレー作ったりとかトマト煮込み作ったりとかします。これはね、そんな10日で2パック使うことはないけど、でもカレーとかね、作り置きすると2パック一気に使うんでなくなっちゃう。で、ちょうどなくなったんでお味噌を買ってきました。お味噌は合わせ味噌とかじゃなくて無添加のお味噌を選ぶようにしてます。大豆と米と食塩しか入ってないお味噌です。で、もち麦ご飯、米炊けばいいんですけど、土鍋を買わないと今米炊けなくて、前まで土鍋あったんですけど割れちゃって、なんか新しいの買わないとダメなんですけど、ちょっと今まだ買えてないんで、今はパックご飯、これは6食分今日買いました。炭水化物も米だけじゃなくていろんなものを食べるんで、お米もね、だいたいね、6個ぐらいあれば10日ぐらい持ちます。これも炭水化物なんですけど、フォー、お米とタピオカ粉とかでできてて、私あんまりラーメンとか好きじゃないんですけど、春雨とかくず切りとかフォーとかめっちゃ好きで、これはたまになんかマーラータンとか最近流行ってるじゃないですか、ああいうのを作って食べたりします。これはね、10日でなくならないかな。卵、1日1個ぐらいは卵食べるんで、まあこれ1パックで10日足りるかなって感じです。お菓子作りとかも結構卵使うんで、卵はね、大体行ったら買いますね。本当はね、平飼いとか買った方がいいんですけど、平飼い高いからね、安い卵を買いました。はい、
オートミール。オートミールもちょうどなくなったからオートミール買いました。私よくインスタでオートミール作ってるやつ載せるんですけど、どうやったらそんなトロトロになるんですかってすごい言われるんですよ。このピュアオートミールめっちゃおすすめで、めっちゃトロトロになります。粒のままじゃなくて、なんか砕かれたみたいなやつなんですけど、これが。それの方がなんかちょっとおかゆっぽくなります。おすすめ。で、これはお菓子とかパンケーキとか作るときもよく使うんで、だいたい家に置いてます。これレーズン。レーズンは、絶対植物油脂が入ってない。砂糖も入ってない。干しぶどうだけのレーズンを選んでます。レーズンねめっちゃ大好き。ちょっとなんか食べたい時に一口食べたりします。はい、次ナッツ。ナッツも体にいいからねよく食べます。おやつでアサイボールとか作った時に入れたりとか。でもナッツは脂質が高いから食べ過ぎ注意です。ポップコーンの種。私ポップコーンめっちゃ好きなんですよ。でポップコーンって買ったら油いっぱい使われてるし味付けとかもされてるから高カロリーになっちゃうんですけど、このポップコーンの種を空入りするんですよ。そしたら普通に油なしでポップコーン出来上がるんで、それやと全然ヘルシーやから、これもおやつに自分で作って食べたりします。次、お豆腐。お豆腐もね、よく食べます。豆乳。豆乳クリームパスタをよく作るんで、豆乳はね、よく使います。お菓子作りにも豆乳使う。次、お肉なんですけど、こっちが豚レバーで、こっちが鶏もも肉。あんまり胸肉とかは食べないかな、最近。もも肉の方が全然美味しいし。で、もも肉も脂質のところ、皮とか油のところ取れば、そんなに大差ないんで、私はもも肉を選んで食べます。豚レバーってあんまりスーパーで珍しいかもしれないんですけど、豚レバーって一番鉄分多いんですよ。で、私よく走るし、汗もめちゃくちゃかくから、鉄分ってね、やっぱ取らないと、女性は特に。だから、こういうレバーをたまに食べて、鉄分補給してます。で、お肉はあんまり家では食べないようにしてるんですけど、まあ、でも最近ね、結構お肉食べたいなって思う時がよくあるんで、今日はお肉買ってきました。で、これ、高菜なんですけど、これはワンちゃん用。次、豚もも。赤身肉です。これもワンちゃん用。めっちゃある。680g あります。10日でこれね、全部。で、ちょっと冷凍やからすぐ直すんですけど、冷凍ブルーベリーと、冷凍のむき野菜。これめっちゃ便利で、オートミールとかパスタとかに私よく使ってます。で、やっぱお肉より魚介類を選ぶようにしてるんで、結構アサリはね、よく食べます。前の家では、魚焼きグリルがあったから、よく魚焼いて食べてたんですけど、今の家、魚焼きグリルがなくて、で、なんか煮たりするのとかってめんどくさいじゃないですか。だから、私はもう最近はこういう冷凍のアサリとか、サバ缶とか食べるようにしてます。はい、っていう感じで今日買ってきたのは今紹介したので全部です。で全部で 14,500 円でした。まあ言うて私外食も結構するんで、14,500 円で10日ってわけではないんですけど、あとワンちゃんの分もあるからね。けど、だいたい家ではもうこれ以上は買わないように気をつけてます。ね、あと、なんかこういう米粉とか、あと私がよく最近食べてるこの全部のパスタとか、おからパウダーとかは今回まだあったんで買ってきてなくて、こういうのも食べます。多分、一人分と思われへんぐらいの量よね。はい。っていう感じで、スーパーでいつもこうやって10日分まとめて買って、極力、買いに行かないっていうようにしています。で、気をつけてることっていうか、お菓子とかそういうのをね、加工されたものは基本的に買わなくて、野菜とか、魚とか、肉とか、果物とか、食材そのものを買うようにして、ちゃんと自分で作って食べるようにしてます。で、お菓子は、こういうスーパーとかで買ってきちゃったら、もう絶対あったら食べちゃうんで、ほんまに食べたい時にコンビニとか近くのスーパーで買うようにしてます。あとはね、乳製品をあんまり買わないですね。牛乳だったりとか、チーズも前までは結構カッテージチーズ買ってたんですけど、最近は乳製品はちょっと避けてるかな。なんで、牛乳より豆乳とか。で、こうやって買ってきたら、さっきも言った通り、野菜とかは全部切って、ジップロックに入れて、冷凍保存したりとか。で、ワンちゃんのやつも10日分一気に作って、冷凍保存して使ってます。そんな感じかな。前の動画でも言ったけど、ほんまに体って食べたものでできてるし、食べなかったら食べなかっただけの体になるから、私は多分人以上に運動もしてるから、しっかり食べて強い体作りを心がけてます。やっぱりね、食べてる人の方が強いと思うんですよ。しっかり栄養をとってると、この時期だと熱中症とかなりにくいとか、貧血とかも私全くないんですけど、やっぱりそれってちゃんと食べてるからやなって自分では思ってるんですよ。だから、ちゃんと自炊して栄養をしっかり取るっていうのは大事にしてます。はい、そんな感じで今日は10日分の私の食材を紹介しました。まあ、これを料理したりお菓子作りする動画はまた違う時に撮っていこうかなと思います。では今日はこの辺で終わります。バイバーイ。